見ていたドラマが終了し、10月はまたまた新作ドラマが盛りだくさん。すべての配信ドラマをご紹介いたします。模範タクシーシーズン2。表の顔はタクシー運転手、裏の顔は被害者に代わって復讐を代行していた無地毛運輸。解散していた仲間たちが再集結し、彼らの元に来た新たな依頼、巨大な悪に立ち向かう復讐ドラマ。タクシー運転手をイ・ジェフン、彼の仲間をピョ・ユジン、チャン・ヒョクジンらが演じています。10月5日からついに配信予定です。イクサトラン。バランが起きた混乱の時代、友達のように育った朝鮮最高の武神家の息子ジョンリョと彼の駒使いチョニョン、動乱の時代に巻き込まれ離れ離れになった二人が敵となり再会する物語を描いたパクチェヌク監督のネットフリックスオリジナル映画。身分は低いが最高の堅実力を持つ元駒使いを感動を、朝鮮最高の武神家の息子をパクジョンミンが演じます。10月11日配信予定。軽食なお仕事。性がタブー視されていた1992年のある田舎町、アダルトグッズの訪問販売に乗り出した訪問販売シスターズ。4人組の自立、成長、友情に関する物語を描いたドラマ。訪問販売シスターズのリーダーをキム・ソヨン、アメリカンスタイルの刑事をヨン・ウジンが演じます。10月13日から同日配信予定です。地獄が呼んでいるシーズン2。予告なしに現れた地獄の使者たちに人々が地獄行きの宣告を受ける現象が発生し、この混乱に乗じて復興した怪しい宗教団体の新心理会と事件の実態を暴こうとする人々が絡み合って繰り広げられる話を描いたネットフリックスオリジナルドラマ、待望のシーズン2。シーズン1で新心理会の議長を演じたユーアインの代役としてキム・ソンチョル。シーズン1で地獄行きを宣告された女性をキム・シンロク。宗教団体に立ち向かう弁護士をキム・ヒョンジュが演じます。10月25日、一挙配信予定です。組み立て式家族。血のつながりはないけど家族のように過ごした二人の父親と三人の子供。10代を共に過ごした三人が10年後再会を果たすことに。中国の人気ドラマ家族の名にかけてをリメイクした青春ロマンスドラマ。三人の子供をファン・イニョプ、チョン・チェヨン、ペイヒョンソンが演じます。10月9日から同日配信予定です。ジョンニョン、スター誕生。舞台は朝鮮戦争直後の1950年代。豊かではなく教育も受けていないが優れた恋を持って生まれた木浦出身の少女ジョンニョンが国劇団の俳優になることを目指して女性国劇団に入団。成長する過程を描いたウェブトゥーン原作のドラマ。ジョンニョンをキムテリ、彼女のライバルを新エウン、国劇団団長ラ・ミラン、看板俳優をチョン・ウンチェが演じます。ちなみに原作作家はもともとお嬢さんに出演していたキムテリ様を参考にこの漫画を書いたとのことで、撮影が終わった後も実感が湧かないと言及しています。10月12日から同日配信予定です。グッドパートナー。離婚が転職のスター弁護士チャ・ウンギョンと、離婚は初めての新人弁護士ハン・ユリ。冷酷な人生のバランスゲームで最善の策を選択しようとする離婚弁護士たちの愉快な奮闘が共感とカタルシスを届ける冷たく熱いヒューマン法廷オフィスドラマ。スター弁護士チャ・ウンギョンをちゃんなら、新人弁護士をナムジヒョンが演じています。つい最近最終回を迎えた本作、最高視聴率は 17.7% と今年を代表する作品の一つ。10月2日から配信予定です。愛の後に来るもの。先月紹介した坂口健太郎さんとイ・セヨンさん主演の本作は10月11日から配信予定です。社長のお品書き。目覚めたら私が書いた小説のヒロインになっていた。19禁ウェブ小説の作家ナムジャヨンが自身の小説のヒロインに憑依し、婚主義の財閥三世 CEO カンハジュンとの予測不能な恋愛を繰り広げる。損するのは嫌だからのスピンオフドラマ全2話。主演はもちろんイン・サン・イ・ハン・ジヒョン。国では損するのは嫌だから同様 Amazon プライムにて配信予定なので、期待を込めて日本でもそうなると信じていますが、続報あり次第お知らせいたします。韓国では10月3日から配信予定です。
いいか悪いドンジェ。過去の不正が烙印のように押されたために未来が真っ暗なソドンジェケンジが再開発事件で頭を悩ませていたところ、女子高生殺人事件を引き受けることになり、ケンジとしての勘と機械主義者の本能の間に危険な綱渡りを始めることになるドラマ秘密の森シリーズのスピンオフ作品。ソドンジェはもちろんイ・ジュニョクが演じます。世界配信はパラマウントという新たな配信媒体でされるとのことですが、パラマウントジャパンでも同じくされるのかは未定です。韓国では10月10日から配信予定です。こんなに親密な裏切り者、韓国最高のプロファイラーが自身が捜査している殺人事件と関連した娘の秘密を知り、娘を殺人者だと疑うようになり、壮絶に壊れながら額縁の中を真実を追う親子スリラードラマ。娘を一人で育てるプロファイラーをハン・ソッキュ、娘をチェ・ウォンビンが演じます。韓国では10月11日から放送予定です。大都会の愛し方、作家コウヨンが紆余曲折しながら人生と愛を学んでいく10年間の過程を描いた作品。ベストセラー小説が原作で映画化した作品も10月に公開予定。ドラマ版ではナムユンスが主演。韓国では10月21日から配信予定です。